スラロームとか8の字っていうのは本当オートバイを走らせる基本中の基本が詰まってまして、体重移動であったりとかアクセルをどう開けてどう閉じるか、それによってオートバイを動かすっていうね、サーキット走行にも必ずつながっていきます。次は何をすればいい、この走行では何をすればいいっていうのを教えてくださる件、そのあと午後からの走行が多分ガラッと変わるんですよね。そうするためにそういうふうにするとちょうどいい。オートバイ乗る上で、こう基本的な走行っていうのはすごく大事なんですよね。特にやっぱり一般公道乗るだけでもなかなかこうレベルが上がらずに怖い思いされてる方とか、オートバイの性能も上がってますんでね、こうスラロームを中心にちょっとこうソフトジムカーナ的なものを取り入れることによって、まあ、反復練習ですね。バイクのその挙動というか自分とのそのズレがやっぱり少なくなったりとか、上半身が楽だけどしっかり下半身のホールドがやっぱり感覚として楽しめるので、そこはすごい今面白いなと。やっぱりサーキットって一般公道と違ってコース幅目いっぱい外から右から左端まで全部使っていいんですよね。で、僕たちはその先導走行してる中でもちゃんとこのコースのレコードライン、一番速く走るときに走る場所っていうのをしっかりと走るようにしてるので、やっぱり体験走行といえども先導付きといえどもすごく公道とは違った非日常的な経験ができるんじゃないかなと。走れば走るほど、上手くなればなるほど、どん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 面白さっていうのが広がっていくんですよ。回重ねてきてもらえれば、今回とは違う楽しさっていうのが必ず毎回見えてくると思いますので。そうですね、今まで出た走行会の中では、人数制限がむちゃくちゃしっかりしてたんですよ。なので、詰まることもなく、すっごい楽しい感じで。走れました。すごい練習になると思います。まあ今年1回だったので、まあ年2回ぐらいあれば、なんか日頃の、はい、楽しみになるので、また参加したいなと思います。それは技術によってうまくいったり、うまくいかなかったりしますので、技術が上がればうまくいく、より楽しいっていうね、そういうこう、まあ本当に スポーツを楽しんでいくのと同じ。それこそ60、70、80歳でもオートバイって、自分が走るわけじゃないので、走ってくれるのはオートバイなんで、それをうまく操作さえすればもうずっと楽しみやってるし、まあ、そういうイベントをやっぱりこれからもしていきたいなという、地道ですけど思っております。